じゃあどうする？じゃあね。街のざわめき愛想笑いの憂鬱本音なんていつかどこか見えない振り垂れだって不安なんてそんな言われなくてもわかってる壊したい大事そうに輝いた強がりなんてでも素直に なんかイベントやってる。それにしても遅いな、トーマ。
翼？ここが俺たちのアジト。アジトっていうか何かの事務所みたいだけど。みたいというかそのものズバリ。フォルトナエンタテイメントって聞いたことがないか？知ってる。キリアが所属してる芸能事務所。さすが翼ちゃん。でここがそのフォルトナエンタテイメントだ。表の顔は芸能事務所、裏の顔はミラージュ事件の調査隊。それが俺たちフォルトナエンタテイメントなんだよ。で、二人には教えてなかったけど、俺がお世話になってる芸能事務所ってわけだ。どうして教えてくれなかったの？そうだよ、そんな組織に入ってるのを隠すなんて水臭いじゃないか。キリアと同じ事務所だって教えてくれたら絶対にサインもらってって頼んだのに。そっち？というか翼ちゃんのそういう反応が予想できたから教えなかったんだよ。それよりそれより東馬くん、ここにはいないぜ。どうして？落ち着けよ翼ちゃん。キリアさんは仕事だよ。ただでさえ忙しいのに今はライブも控えてんな。それこそ分刻みのスケジュール。俺ですらキリアさんの顔見んの超久しぶりだったんだぜ。翼ちゃん。何してるんだ？キリアがいた空気を吸い込んでます。これがキリアが吸った空気。幸せ。どう、そうだ、二人に会ってほしい人がいる。会ってほしい人？うん、あのドアの向こうにな。ほら翼ちゃんもいつまでもトリップしてねえで。We'll be right back.
ビルの中にこんな場所が。驚いたろ。ここは俺たちミラージュマスターや高いパフォーマーを持つ選ばれし。この空間何か懐かしい感じがするな。ええ、私もよ。シーダ、今までどこにいたの？どこって翼ちゃんと一緒にいたぜ。ただ見えなかっただけだ。このブルームパレスでなら実体化できるんだよ。おい、チキン。あ、トーマお兄ちゃん。この子確かに驚。まさかトーマくんが年下の女の子にお兄ちゃんって呼ばせて。じゃあ、あれ、ああ、そうだ、シキだよ。ウタロが実在してる。ナイスなリアクション、アンガトさん。というか変な容疑をかけないで最初からそっちに反応してくれ。紹介するぜ。二人も知ってるウタロってのは仮の姿。チキの正体はミラージュだ。ブルームパレスにようこそ。待ってたよ、お兄ちゃん。お、俺もお兄ちゃん？うん。お兄ちゃんって呼んじゃダメ？別に構わないよ。ありがとう、お兄ちゃん。お礼を言われることじゃないって。それより翼の危険を教えてくれてありがとう。ううん、私はそれくらいしかできないから。本当は私自身が助けに行ければいいんだけど、私はここでみんなの無事を祈ることしかできないから。それってどういう意味？私は他のみんなとちょっと違ってブルームパレスに縛られてるんだ。そんなことよりお兄ちゃん、クロムとシーダの記憶は？二人は記憶ある？クロムもシーダも自分がなぜここにいるのかわからないって。記憶を失ってるみたい。やっぱり。もしかしてチキも記憶が？うん、理由はわからないけど、ミラージュはみんな記憶が曖昧になっちゃってるみたいなの。それはきっと。うん。あ、心配してくれてありがとう、お兄ちゃん。でもね、大丈夫。クロムとシーダが見つかって、お兄ちゃんと翼お姉ちゃんはいい人そうで、今はとっても。
シキちゃん、なんていい子。私毎日遊びに来るから。ありがとう翼お姉ちゃん。自己紹介も済んだことだし、シキ、そろそろユニティの説明頼む。ユニティ？お兄ちゃん、パフォーマーを持ってるよね。あのね、パフォーマーっていうのは人の心に宿る表現力。そんなパフォーマーを人間やミラージュに合体させて新しい才能を開かせてあげる儀式。新しい才能？簡単に言えば強くなるってことだね。私は他のミラージュみたいに戦うことはできないけど、ここでユニティの儀式。ねえねえお兄ちゃん、早速私と。パフォーマーが集まるミラクルステージ、聞いてお兄ちゃん、新しいユニティができ、カルネージユニティ。新しいユニティ、忘れずにチェックして。知りたいジャンルを選んでね。次は何をするの？これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ、カルネージユニティ。クロム、俺に力を貸してくれ。今作ったカルネージ、ここでも。まだ見つけてないパフォーマー。次は何をするの？バイバイ。私にできることはこれくらいだけど、少しでもお兄ちゃんが頼りにしてるよ、チキ。よかった。私いっぱい頑張るね。話は変わるな。ああ、うん。クロム。うん。
ありがとう。いつき。ところで、ありがとう。